おはようございます。プライベートの韓国旅行に行ってまいります。私たちにしてはとってもお利口な時間に到着しましたね。まあ大体9時ぐらいに出ようかって言って、でまあ朝電話して9時15分ぐらい出ようみたいな。うちに来たの9時半です。その行き先を今聞いてたんだけど、ガチでキモすぎて、そのなんか普段はさしないんだよ。なんか昨日お酒飲んでたらしくって、あの酔っ払った勢いでね、はい、教えて。まず酔っ払って酔っ払って、でもやっぱ酔っ払うとやっぱラーメンじゃん、ラーメン食べたくなっちゃうよ ね。そうで味噌ラーメン食べた、うんうん、でもそれも普通は友達とまあノリでラーメン行かないみたいな、友達と行くのがまあ普通っちゃ普通で、誰と行ったのシラフの感じでその深夜までやってるお店だったから、サラリーマンの人がいっぱいいるわけ、うん、そういう人に紛れてなんか俺もちょっと一仕事終えてきたよみたいな面下げてアミパリス着てでアミパリスの白シャツ着て行って食べた、うん、そしたら味噌ラーメン食べたらやっぱ、うん、顔面シラフでも口元はもう酔っ払ってるから、うん、もう飛ばしまくる、飛ばしてもうここに音の 1,2,3 箇所くらいに飛ばしたわと思って、味噌がね、そう味噌のお汁が飛んでしまったんですね。シャツ初めて、その日初めて来たからちょっともったいないなっていうね。帰りにあるよね、コンビニ寄ってラーメンもいっぱい食べたのに、うん、まだ抑えきれない。そうナチュラルローソン寄ってハラミ、鮭のハラミおにぎり中和させないといけないから白飯欲しくなっちゃって、でおにぎりとどのモンブランしょ全部コートすんなよ。いやこれしかもそれもねえひどい。モンブラン買って、ね、でプラス そ, う、ね、その白シャツに、うん、あの味噌、ね、飛ばしてるからこっちそらね、これ洗い落とさなきゃ。家帰れば普通にそうあの洗剤とかね、洗剤とかあったんだけど、頑固なシミ汚れにみたいな、そう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 、ね、あったのにやっぱり味噌の汚れだったから、うん、ナチュラルでやっぱジョイを危ないよこれにジョイを買わせていただいて、コンビニ寄って家帰って袋覗いたら何これと思って、ジョイが入ってた。そうそう、おにぎりとモンブランは確実に買ってんのに、うん、白いなんか何これ、なんか飲み物買ったのかなと思ったら、おにぎりでそれもいた。まずおにぎりは普通に食べるじゃん、まずベッドに寝転びながら食べてた、おにぎりをまあ食べて、でまあ締めのモンブラン行くじゃん。しかも暗闇の中でモンブランをこうやって食べてボトボトカスをしながら、でももう落としてるのも分かってない俺は、けどもう酔っ払ってるからどうでもよくて、食ってから自分のシーツこうやって寄せるっていう、モンブランを寄せて、じゃあモンブランカスを寄せて、なの女優男酔っ払い、そうだよ、酔っ払って味噌ラーメンを一人で食べに行って、味噌を3滴こぼしておにぎりとモンブランを買ってジョイを買って、ジョイをシミにつけて寝たんでしょ。そう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 、それでつけて寝たの、つけ置きね。だからで今日朝起きて、で結構まあだから酔っ払ってたから起きるのギリギリだったわけよ。でも平然装ってきたよね、私電話したらなんか、え何そんな感じじゃない、もしもしみたいな、もしもし何なんでそんな、なんか平然装ってどうしたの。あなんか15分ぐらいですか、分かった、で30分つけ置きしたから、でジョイってさ着色してるから、あれ放置しとくと青いのが残っちゃうから、そう、うわ早く流さなきゃと思って、でもいけた、いけたのね。ママはちゃんと9時10分にここに座って9時10分にこの伊藤園でお茶してたし열심히하겠습니다저는한국어공부했어하고싶어결혼したいってママと結婚して、ママなの日本語覚えてママと結婚したいらしい韓国着いたんですけど、タクシーの運転手さんがママをナンパしております。1回目の LINE を聞くところから始めて、結構あの作戦的なナンパですね。グループ作ろうとしてるママ、作戦的なナンパで、さっきママは51歳なんですけども、40歳に見えるっていう風に言われて、私は18歳に見えるって言われたんで、あの40と18の親子だと思われております。日本の綺麗な家族に会いました。お母さんだなんて信じられません
カロスキルに到着です。カロスキルに来ました。すっぴんです。今から買い物してご飯食べたいと思います。ということで探索してきます。すごい女の子ばっか。すごい、見て見て、ワンちゃん。早速購入決定しましたね。お靴。そのお隣のスポーツショップ、スポーツショップ？スニーカー屋さん？かわいい。マーティンキムじゃないか、アシックスか。カンクにしか売ってないのもあるんでね、これ要チェックです。カロスキルにあります。でかい。さあ、ご飯来ました。まず？まずビールというマジお酒を覚えました。じゃあ KP。 ここはイケビビンかな。グクもチャウヌもいろんな芸能人みんな来てる。サインがいっぱいある。もう冷気でも白くなっちゃってる。キムチちんちゃました。あお、名物ユッケビビンバです。わ、キムチきれい。わ、でかい。ロース米だけで食べたい。でけえ。スープも二刀流で混ぜます。ジムカリアブラミオね。レッソこれはスープみたいな。セットここ2日までございます。今日はもう帰るだけなんですけど、どうしたのそれ。ジェントルモンスター昨日カロスキルでね、改装工事してたからリベンジして足が買ってあげました。ありがとう。雨が降ってるんでございます。今日はタクシーを呼んで、ちょっと何怖いよ、帰らなきゃ。ちょっと行かないで。なんで私だよこれ。急にじゃないとうちら、私たち何なの？めっちゃ早かった今回。メイクもしてないし、いつも韓国行くときはもう早く、まあ早くとかお昼に行って帰りは絶対もう最終便にしてたもん、うん、でもさ、めっちゃ短い割には行きたいとこ行ったよ。だってジェントルモンスターも行けたし、カロスキルちょっと見れたし、最後にオリーブヤングをタクシーの運転手さんにどうしても寄ってほしいって言って一周に寄ってもらって、買いたいもの買えたし。何買ったの？ビューティフル。あのね、何これ買ったの？ピセンケース。可愛くない？これ可愛い。可愛い。これちょっとピンクになってんの。ブラおばさんでもまた喫煙所でナンパされたった。えちょっと前、やっぱさ、韓国でさ、日本でも結構さナンパされてるじゃん、たまに、うん、なんか水感じると思って全然一番モテてる。私モテてないもん韓国だとママが一番モテるということが分かりました。しかもママが友達にお土産買ったとか言って、そんなに聞いてお土産買ったって言って、全然韓国のブランドじゃないもん。ユネピットってだってさ、いろんな国で売ってるもん。なんかお土産っぽく言っとくわ。喜ばれるよ。お前方、お土産こちらです。お土産とかさ、私ないの。そんなに。それは何？ロムアン。ロムアン。これ買ったやつ。タンバリンズ。タンブリンズ。タンバリンズ。タンバリンズとジェントルモンスター買ったら、あなたも見た女に近づけるよ。いい匂い。あんまないよね、こういう匂い、うん、この匂い結構珍しい。でも一番人気なんだよね。でも教えない。じゃあ帰ります。